はい、こちらね、ナンバー小田ロード周辺の、レンタルショーケースでね、レンタルショーケースを借りているオーナーさんのね、オリジナルバトルスピリッツごちゃ混ぜオリパ1パック108円で100枚入っているね、商品の紹介の後半の方、続きをさせていただきます。はい、こちらがね、前半の方と、よいしょ、はい、こちらがね、まあね、あと、もしね、僕のこの動画を見て、もしね、お店が分かったらね、まあ内容はこんなもんだと思っといてください。別にね、そういう感じのこと言っていいですかって、オーナーさんは、あ、いいよいいよ、どうぞどうぞって言ってました。おそらくこの、バトルスピリッツの、このノーマル100枚は、安いかもしれないけど、買うのは僕と、僕の友達ぐらいだろうって言ってましたね。なんか分かる気がします。だどうぞって言われました。だ場所は特定は言わんといてねって言われましたね。はい。バスターファランクス。そのね、売ってる方もね、現状してもらっとった方がね、後でこう、なんかあれやこれは言われないんでね。はい。エグソーストネクサス。これと、その方がいいと思うんですよ。ペンタン。あ、これもありましたね。あ、これも言う必要ないですね。これも言う必要がないです。あ、これ初めてですね。森の妖精ペンタン。ペンギン系のやつの種類のやつですね。はい、こちらと、はい、お蝶さんと、あ、これも言う必要ないですね。これも出ましたね。ボム。なんか可愛らしいですね。ポム、あ、ポムですね。ボムじゃないですね。ボムは爆弾だ。ポム。はい、こちらと、トラックブランク。あ、これもよくある。あ、これ2枚連続ですぐに出てる。これもあるあるですね。はい、ガイナロック。これどうやったっけな、覚えてないな。はい、ガイナロックこれと、あ、これももう言う必要ないですね。これ持ってないと思う。炎王クジャラク？発売日の2009年。うん。多分ね、これ持ってないと思います。あ、よかった。これと、あ、これも持ってないと思います。ドラグの、この衛兵。はい、こちらと。あ、これもなかったんちゃうかな。はい、これと。あ、これもあるあるですね。こちらと、これもあるあるですね。あ、これ覚えてないな。スナイピングブラスト。ちょっと覚えてないんでね。はい、こちらと、ダークパワー。聖なる。はい、こちらと、これもあるあるですね。これ覚えてないな。ガイユーゾンサウル。覚えてないな。あ、これもあるあるですね。ドラゴンズラッシュ。これも覚えてないな。あ、これもあるあるですね。あ、なにこれかわいい。なにこれ、チュンポポですって。チュンポポ。なにこれ。かわいいこれ。チュンポポ。タンポポ、あ、タンポポと、チュン、チュンチュンって鳴くから、スズメを合わせた絵ですね。チュンポポ、考えましたね。多分タンポポっていうことでしょうね、これなんか。かわいいな、チュンポポ。普通にフィギュアで出しゃいいのに。ランプキン、あ、どうだったっけな。これ持ってなかった気がするな。はい、こちらと、キノコの子、あ、これありましたね。あ、なんか可愛い絵ですね。妖精ドロシー。なんかあれですね。テントウムシですね、これ。これと、あ、これも出ました。あ、チワールですね。思い出した。なんか先ね、ここら辺にこの子がおって、なんか2匹ね、黒いなんかブルドッグみたいなのがいたけど、これの子です。そう、やっぱこれの子、これがあの時にいたんですよ。これと、コラースバード。あ、これも初めてかな。
これも出ましたね。結構かわいいというの。あ、これ初めてかもしれない。ライトニングデリ、あ、じゃあこれも出た。これと、イズーナ。はい、こちらと、グリームホーク。はい、こちらと、あ、かわいらしいですね。天使エンジュ。はい、こちらと、ダークチュンポポ。あー、これ出ました。さっき出ました。あ、さっきの可愛いやつはチュンポポのやつなんですね。あれのダークなんだ。ちょっと待ってくださいね。これもある。あ、これの中でこれ。これ結構この、あれですね。中でダブってるの多いですね。ちょっと待ってください。チュンポポ。普通のチュンポポって言いましたよね。あった、ほら。このね、これがさっき言ってた、僕がわ、かわいい言ってた、チュンポポね。この子たちってば、鬼かわいくない、あ、かわいいですね。ほんで、だるいことを放り出して、あたしもぷかぷか浮かんでいたいわ。よくわからん。のと、ほんで、こちら、ダークチューポポがね、あれってやっぱりグレたのかな？むしろ可愛いんですけど。あ、やっぱなんかグレて悪くなったんですね。この子がね。この子はこんな風になったみたいですね。ほんで、ダークチュンポポですね。ダーク、悪いってイメージですね。はい。またね、こんな感じのね、あと最後の次のワンパックで終わりなんですけど、こういうね、安くて面白そうな商品があったらどんどんね、紹介していきたいので、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。